裏には裏がある表ばかり見ていると羨ましいし恨めしいなら見てみよう裏側を聞いてください裏話努力はきっと裏切らない裏にしかできない人生のさよなら勝ちを目指して。 藤原珠日曜の裏おはようございます RKB アナウンサー藤原珠です3月19日日曜の朝ですこの間自分でもびっくりするようなことがあったんですよ東京に出張に行ってきたんですね 六本木ヒルズというところですで私がツイッターで「六本木ヒルズに来てます」っていうつぶやきをしましたらリプライが来てすすっっかりこっちの人になんんてて書いてあるんですよね何言ってるんだろうなと思って出張ですっかりこっちの人に東京そんなに頻繁に行ってるわけじゃないしなと思って。よよくよく自分のツイートを見てみたら 六本松ヒルズって書いてあるんですよね六本松ヒルズ福岡市の有名な六本松ですか私福岡とご縁ができたのは RKB に来てからなんですけれど皆さん安心してくださいすっかり福岡の人になってます驚いたね六本松ヒルズだとだいぶ風合い変わりますもんねうん あそれからしつこいかもしれませんけれども明日は何の日かご存知ですか、うん、うるさいですよね明日は3月20日私の誕生日でございます分かってるんですようるさいっていうのはうん誕生日の前後1か月ぐらいは私の周りから人が吐けますからねうん まあ祝日なことが多かったそして誕生日を学校などで祝ってもらった経験がないというトラウマから私は誕生日シンドロームのような軽い真剣勝気味になってるんじゃないかそのぐらいのところがあるんですよ誕生日プレゼント何がいいかな何が欲しいかな私の場合はトトイレットペーパーパですそれでは参りましょう今日の裏テーマはこちら トイレットペーパーの裏トイレットペーパーなんでって思います私トイレットペーパーを常に備蓄しておかないと気が済まないんですなので私の部屋にはトイレットペーパーのタワーがたくさんできてるんですね だいたい3ヶ月分ぐらいを一気に買ってそして秘伝のたれのように次足し次足ししていくんですね常にそのぐらいある変だっていやでも皆さんいろいろあると思いますよ目薬とか頭痛薬とか腹痛薬なのかおパンツなのか人によって違うと思いますがなくなると不安なものってあるでしょう私の場合はトイレットペーパー公衆トイレ行きますか 急いで用を足してあ,あよかったなんて思ってでトイレットペーパーホルダーに手を伸ばすカラ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 あら何にもない後ろ見る予備もないどうしようこの時の絶望感たるやこれがもし家で起こりようもんならとんでもないことになりますよなのでそういうことを私は想像してしまうのでトイレットペーパーを常に常に買い足しているただ トイレットペーパーの裏、別に私のトイレットペーパーのこだわりを語るわけでもないんですけど、じゃあ何を話すのか。この論争に私、今日、決着をつけたいと思います。お分かりですかトイレットペーパー、シングルか、ダブルかシングルダブル論争、まあ。キノコ、タケノコ論争みたいなもんで、全国で。 シングル派ダブル派が上りを上げてトイレットペーパーの上りを上げて争っているわけですね比較的シングル派の人からダブル派に言うのは贅沢だダブル派の人からシングル派に言うのはシングルはお尻が痛くなる、えー、こういうところなんですよねちなみに私は断然ダブル派なので今日はシングル派 の意見を全て根こそぎ落としていってこの全国をダブル派で染め上げていきたいと思いますまあ、節約ってよく言われますよねシングルの場合は全部伸ばしますと 55m あるんですねでダブルの場合は 30m なのでだいたい半分ぐらいの量なんでシングルの方がお得だという向きだと思いますまあ、しかも12ロールずつですからまあ確かにそれだけ聞くとあらあら 同じだったらシングルの方がいいかなまあ長期の喜びか一瞬の快楽か一、まあ、日の最大のリラックスタイムお尻を拭く瞬間にふわっとしたダブルのあの厚みフェザータッチあれがあるかないかでだいぶ違うぞということでダブル派を押してると思うんですが今日は今日は節約になるっていうことも論破したいと思うんですね。 ま,まずこれジャブですけどもジャブですけどもダブルっいうのは2枚重なっていますからそもそもが2枚重なっているのを剥がして使っていけば 30m×2 なんで 60m シングルの 55m には勝っているすでにありますさらに平均のトイレットペーパーの1回の使用量これ男女でだいたい 3.3m ぐらいなんですね 3.3m でこれはシングルの場合です ダブルの場合は厚みがありますから何度も巻かなくていいんですねちょっとでいいなのでダブルの方が必要量は少ないんですだいたい3.3メーターの半分ぐらいで1.6メーターぐらいが相場なんですねシングルは1回3.3メーターダブルは1回1.6メーターシングルの長さは55メーターなので55メーター割る3.3メーターは16回 シングルは16回使えるんですでダブルの場合は3 0六メーター割る1 6メー,ターなので18回18回2回も多いんですねどうだ見たかシングル派節約っていう意見はもう通らんぞ皆さんご意見ありますか私はこれでシングル派を完全に打ち負かしたと思っております理は我らにあり トイレットペーパーの裏でしたそんなことを言っていたらお時間になってしまいましたこの番組ではラジオをお聞きのあなたからあの裏を知りたいというリクエスト裏ドリクエストをお待ちしています番組への裏表のない感想もぜひ送ってくださいメールは裏アットマーク rkbr.jp ura アットマークファックスは。 零九二八四四八八四四。零九二八四四八八四四でお待ちしています。またアルファベット小文字でハッシュタグ日浦ハッシュタグ日浦でつぶやいてください。藤原玉木、日曜の裏。この番組は出演藤原玉木。演出藤原玉木。編集藤原玉木。音厚藤原玉木でお送りしました。誕生日プレゼント。 トイレットペーパー欲しいですね。トイレット？あれ？HKT48 のヤナスレイヤーです。r k b ラジオでお送りしているガールズパンチ HKT48 のモモ千葉ラジオ曲ポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music Google ポッドキャストなどで、ももち浜ラジオ局と検索してフォローをお願いします。